第4夜で不吉な数字で終わりか。なんて悪夢だ。すべて夢だったのだろうか。でも再生する。倒れてる。行きましょう。空いている。けじめをつけに行くぜ。マネージャーどうなったんだ。死んだ。ショック死扱いなのかな。悪夢だって言ってたから違うのか、ひょっとして。マネージャーは生きている。ちょ、暗すぎて見えないな。いつになく暗い。雨の日より暗い。ここでいきなりぼーっと突っ立ってるやつがいたらおしっこちびっちゃうよ。合ってるか、これは。違う。くー、どこだ。これか。あ、違うわ。右隅に右隅にって行けばいつかたどり着けるはず。あ、絶対違う。どこ。助けて、助けて。酔い止めなかったら絶対吐いてたわ、これ。あ、来た。ここや。生きてるんかな。とりあえずタイムカードを打つか。ない。変わってる？こんな棚だったっけか。セキュリティチェック。裏か。裏に行ってお札剥がしちゃうのかな。あ、うん、急だな。釘か、これは。
のぶといですね、この釘は。裏に行ってみよう、とりあえず。開いてないパターンか、閉じ込められたパターンか、これは。開くんかい。開いてない。トイレは開く。外には出れるのか。閉められてる。おお、カウンターがぶっ壊れてる。あ、あの子供。鮮明やな。ん？棚見てる。棚に何かある。右から2番目の棚の左側。3箇所見たな。あ、この角度か。あ、やばい、今見たのか見てないのか分かんない。順番通りとか言わないだろうな。やばい、消えた。あ、いる。覚えきれねえ。ずーっと回ってるっていうことか。よし、一回やってみるか。この辺だったよな。つける？え？やばい。これ全部全部か。あ、一回つけちゃったらこれダメなやつ。あ、ダメだこれ。するとリセットなのか、上限を超えるとリセットなのか。はい、それでは先人の知恵をお借りいたしましてね、残り一つをつけるところまでやってまいりました。まあ、この棚とこの棚とこの棚、これで3つ目で、残り一つをつけるとおそらくクリアなんではないかと。ここですね。まあ、時短ってやつですわ。ガハハ。はい。じゃけんいきましょうね。で、どうなる？変化ないな。で、防犯カメラかな。あ、違うわ。外？開かないな。あれ？まだ足りないのか？ちょっと待って。どっから声が聞こえてる？トイレ？こわ。裏か？怖い怖い。あのガキか。ずいぶん怖い声出すね、君。パッ、うーん。
トラップか。やられたぜ。子供を出しに使うとは。見下げた親よ。何事もなかったこのように働いている。やはり夢だったのか。恐怖新聞ならぬ恐怖ビデオや。新聞です。家に持ち帰る。第4夜踊り。